大立宗氏は、鎌倉時代末期の武将、新田氏の氏族。祖父は、新田正義、父は大官屋氏、兄に、免田、ダ、タメウ子に大貫氏、明、大立美ゆ氏、大貫衆兼、大立氏県、右、馬之助、六郎がいる。鎌倉時代末期、岩礁政形の大貫である業界と、田島号の養水をめぐり総論となり、控訴されて破れる。 この際は総領である神殿下を無視し、王冠、岩礁領家は幕府に直接裁定を申し出ている。現行3年、正教5月、義兄邸にもあたる新田義貞を旗頭に、四足らや他の日田一族と共に、鎌倉幕府に対し挙兵。鎌倉攻めにおいて義貞は部隊を三つに分割して、進軍したが、創始は極楽時切り同士から突入する部隊の指揮を任された。 5月18日に稲村ヶ崎の海岸線から鎌倉市外突入を観光しようとした。一度は北条軍を破って突破したが、おさらぎさだなおが体制を立て直すとその配下の本間山城左衛門のとの戦闘で打ち死にした。梅松論によれば、同18日の未明に稲村ヶ崎の海岸線から鎌倉に一旦侵入するも、諏訪し、 長崎氏らの幕府方との戦闘となり、宗氏らは稲瀬川付近で戦死し、新田軍は一旦退却したと記されている。5月18日を死去日とするのは、孫悲文脈によるものだが、太平記は死去の日時を5月19日としている。去年46。宗氏の内死にによってこの方面軍の指揮系統が消失したため、一旦息子の使命が軍を率いたが、 総主知事にの方を聞いた吉貞が化粧坂方面を弟の脇屋吉助に任せ、21日に極楽寺方面へ婦人してきたため、吉貞が以降の指揮を取ることとなった。その後、吉貞は防御の固い極楽寺切り同士の突破ではなく、梅松論が伝えるところの宗主の突入と同じ流と、すなわち稲村が先の海岸線から21日未明に、 鎌倉市街に突入したとされている。戦死した総志ら11人は当初五霊神社の付近に葬られ11面観論が祀られたが後に改装され現在の稲村笠景気付近にある11人塚に葬られているとされる。大正4年14位を追贈された。ありがとうございます。